動画をご覧くださりありがとうございます。バンダイ178です。今回はですね、もうこっちに出ているんですけど、バンブルビーこれ見てきました。もうねちょっと笑顔になってるんですけど、すごい可愛い映画でしたね。僕まあこういうチャンネルやってるぐらいなんで映画とかこうすごい見る方なんですけど、バンブルビーの予告って結構見たんですよ。何これ可愛いって感じで、とにかくね見たかったんですね。でトランスフォーマーの中でのバンブルビーはオプティマスの信頼を得ている、隊長みたいな存在ですよね。もうシリーズにこうずっと出ていて、で、小さいですけど行動力もあってっていう彼なんですけど、今回はね記憶なくすんですね。それで彼ね自分の使命を忘れてしまってるんですね。で、そういう状態の彼が今作の彼なんですね。で今作ねすごいこう、楽しめる映画でしたね。いつものようにオートボットだとかディセプティコンだとかこう大量にね見てこう戦争みたいな状態っていう映画ではないですね。こうトランスフォーマーたちがなんか地球にこう訪れる前の映画なんですよね。でだから実際が1980年代ですね。映画のこう質感というかやっぱちょっとレトロな感じっていうのもありますし、80年代フューチャーするっていう映画も結構あると思うんですけど、レディープレイヤー1なんかもそうですし、でつい先週あったキャプテンマーベルなんかもそうですよね。でね僕キャプテンマーベルよりかはちょっとこっちの方が好みでした。でこの映画ね個人的にはこうすごいこういいところがたくさんあるなって思ってて、でこうパンフレットはチラシですね。チラシちょっと見ますと、ね、この絵ですよ。こう少女とバンブルビー、こう少女とねフォルクスワーゲンの絵っていうのが、これがすごいこう予告編の時からすごいこういい絵だなって思って印象的でしたね。ザクッとストーリーっていうところでいきますと、父親を亡くした少女チャーリーで、彼女は父親を亡くしたことによってこういろんなことにこう何て言うかな、興味を持てなくなっているというか、父親との思い出をこうずっと引きずってるっていうかね。で家族ともこううまくやれてないんですよね。なんかこう彼女がこう距離を置いちゃってるっていうか、で家族もこうチャーリーとなかなかこう、ね、近づけないというか ね、 そうね、この映画見ててね、チャーリーにしてもこの家族にしても、友達なんかも出てきますし、あとはこうオートボットと戦うというか、捕まえようとしてる軍隊の人とかいるんですけど、そんなに、ね、悪い人って、ね、この映画いないんですよ。で、そのチャーリーがお父さんの思い出として、お父さんね、こう車直するとか上手なんですかね、そういうところでこうスクラップ置き場みたいなところとか、なんかそういうお店あるんですね。そういうとこ行ってるんですよ。でそこでバンブルビーのワーゲン発見するんですね。でバンブルビーが先記憶なくしてるって言ったんですけど、なんていうかね、そのせいですごく臆病になってるんですよね。でね、そっからのね、バンブルビーの動きがめちゃめちゃ可愛いんですよ。そういう記憶なくしてるっていういきさつがあるので、バンブルビーがそうなってるってことなんですよね。でバンブルビーね、記憶なくしてるんですけど、彼すごい優しいんですね。でバンブルビーで声出せないでしょ。で今作では声が出なくなったいきさつっていうのも語られているんですけど、でそのこう落ち込んでるというか、悲しい異常でね引きずっている彼女を励ますというか、こう彼のこう表情とか動きに優しさが溢れてるというかね。でこうなんかいろんなものにこう距離というか置いているチャーリーと、でそしてこう記憶がなくなって、なんかこういろんなものにこう恐怖というか、とにかくおどおどしているバンブルビーがちょっとずつこう距離が縮まっていくわけなんですよね。でもこの映画のね、なんか面白いっていうのが、トランスフォーマーなんですけど、青春映画、ホームドラマ、なんかちょっとこうハートフルな感じがして、でバンブルビーが可愛いんで、
終始笑顔になるというか、もうね、バンブルビー彼の動き見てたら、あのなんでそんなことしちゃうんだっていうようなところとかがたくさんあって、でこう、まあ、そういったハードルな映画ではあるんですよ。まあそこが売りだと思うんですが、あのやっぱりトランスフォーマー映画としてのこう、うん、やっぱりこうロボットのこういろんな動いたりするこうギミックとかアクションバザーとか、そこもねあのしっかりあるんですよ。あのこれバンブルビーのこうストーリーなんですけど、あの冒頭にねあのサイバートロン製でのねあの戦争のシーンがあるんですよ。でね、僕その時ぐらいからあのだから冒頭からそうなんですけど、あの映像というかあの質感がいいんですね。あのその80年代の質感がどうだっていうのを言ったんですけど、あのトランスフォーマーたちの質感というか、あのあまりテカテカしなくて、あの技術的に進歩してるというのもあると思うんですけど、あの質感があえてこうレトロというか、まあ、あの画面に馴染んでるんですよね。なんかこう CG でいてる存在というよりも、なんか本当にそこにいるものっていう、なんか質量を感じる感覚は僕は受けましたね。でこの感じはねすごい好きですね。まあ、このバンブルビーを追ってあのリセプティコンがこう、まあ、地球に来るんですよ。まあ、今回出てるのって2、3体ですかね。で、まあ、その中でもあの、まあ、シャッターっていうあの女性リセプティコンと、あのドロップキックという名前なんですけど、まあ、そっからも男性ですかね。まあ、サークリアク化というかの、まあ、シャッターと、そこをちょっとこう、なんて言うんだろう、まあ、残虐じゃないんですけど、まあ、すぐこう、敵はもうやっつけるみたいな、まあ、ドロップキックというか。で、うん、その2人が出てると、すごいこう、いいんですよ。で、あの、その戦争ものじゃないっていう良さがね、あの今作あるんですよ。あの、出てるロボットの数が少ないので、その一体一体に、こう、丁寧に描いてるんですね。その、動きとか表情とか性格付けとか。あのだからね、こうトランスフォーマーの映画、うんまあ、シリーズがあるんですけど、バンブルビーの方があの見やすいって方も、ね、いるんじゃないですかね。でラストはシャッタードロップキックとの戦いがあってね、あの最終的にはあの、まあ、こう地球の危機みたいなところをあのこう2人で防ぐみたいな、だからそういう、うん、作りになって、なんかこう心にグッとくるハードフルさもあるし、あのトランスフォーマー特有のこうロボットのこう動きをギミックなんかもすごい楽しめるし、あのいろんな要素が本当こううまくまとめられてて、うん、なんかやっぱりすごくいい映画だったなって思ってますね。で、あのバンブルビーのねこのストーリーこうちょっとすごく気に入ってしまって、あのたまにやってくれないかなってちょっと思いますけど、まあ、だけどその度にね記憶なくすっていうこともできないと思うんですけど、